サープ福岡コレクティブスタートしました。 MC のイカロスです。福岡親不孝通りのクラブスタンドバップからお送りしております。スタンドバップは福岡のクラブシーン、そしてヒップホップを常にリードしている老舗のクラブ。福岡のシーンをチェックしたければここに来てください。そんな箱になっております。そんなスタンドバップで今回は福岡を拠点に活動する注目のラッパーピービスさんとスタンドバップのオーナーリョータさんによる対談をお送りします。福岡のヒップホップ史から最新情報まで、ここでしか聞けない話がてんこ盛りに飛び出した対談、早速ご覧ください。だったらもっとひどい話しますよね。キーしかない話ばっかになるよね。ポッキーよろしく。よろしくお願いします。お願いします。この間ぶり。はい、この間ぶり。おととい。おとといですね。バップの28周年。来てくれてありがとう。28周年おめでとうございます。ありがとうございます。気がついたらあっという間。俺が生まれたてぐらいから。生まれたてよね。ここがあるって感じ。まだね、まだおむつ続けてるぐらい。初めて会ったのいつ？初めて、なんか自分が一方的に覚えてるのは、中学校の春休みに、レオタさん主催のルードスペシャルってイベントがビートステーションであって、ゲストはゲストがハンニャさんが来てて、ビッグアイズマフィアさんとかも出てて、それに遊びに行ったのが初めてレオタさんと会った時ですね。パッチパチで強烈だったろ。そうっすね。そうよね。初めて行ったイベントがあれじゃ人生観変わるよね。そういう人いっぱいおると思う。ハンニャさんとかもめっちゃ好きで、中学生時代からビッグアイズマフィアさんのファーストアルバムとかもめっちゃ聴いてて、うん、かなり食らいました、ね。うん、そのイベント行った時はもうラップしよったと。ラップやってましたね。しよった中3でやってたっす。へえ。なんか家でリリック、ま、こそこそ書いてる感じで、うん、別に誰かに披露したりとかするわけじゃなかったんですけど、やってました、ね。ハンニャさんがこう出てきたらフリースタイル仕掛けたいなと思ってもめっちゃリハぐらいの時間に行ってこう待ってたんですけど、ま、前通り過ぎちゃってできなかったんですけど、めっちゃヒップホップヘッドでした、ね。今まで数々のハンニャと現場一緒してきたけど、はい、フリースタイル仕掛けられてあいつが返したとこ一回も見たことない。マジですか。フルシカと代わりに俺が返したりとか。もともとピービスの前はポッキーって名前で MC してたんですよね。他は分かんないけど、このスタンドバップに関してはまあ古いし、ずっとここでこう若い子たち、その時その時の世代の子たちが活躍する場としてあるんで、毎年新しい子たちがどんどんこう、ね、入学してくるように入ってくるんですよ。その中にいた一人で、気がついたらポッキーってやつがいて、ラップできる。で、なんかふわっとしてるし、なんかおもろいな。まあ、うん、福岡はまあイメージ的に結構ちょっとハードコアなイメージがあって、まあなんかこういかついコアモテなやつばっかりなのかなって思われがちだけど、まあその当時のポッキーみたいにね、見た通りひょろっとしてふわっとして、別にそんなオラオラ系じゃなくても同じ全身レズミだらけのやつが、オラオラ系のやつがラップしてる中でこいつも一緒にラップしてたりとか、そういうシーンがなんかこうして派閥もないし、確かになんかいろんなスタイルの人がいますよ。その中に自然と一人いて、なんか15ぐらいの時も本当金もないけど毎週親不孝出てきて、もうクラブの下でなんかサイファーやって、でリョータさんとかが来たらなんかタダでクラブ入れてもらえるみたいな感じで、もうめっちゃ入り浸ってました。リョータさんは、まあ、本当にこのスタンドバップもそうなんですけど、なんか若者が遊べる場所をずっとキープしてくれてるというか、まあ本当ストリートのやつからしたらもうお父さん的なビッグダディみたいな感じですね。うるせえな。めっちゃ変わりましたね。
このスタンドバップができた1990年代は俺は当時高校生で、親不孝通りはもう人がもうめちゃくちゃいて、毎週末まっすぐ歩けないぐらい。それはもう遊び場がそんなになかったから、その当時は。でみんな当然のようにクラブで遊んでたし、若い高校生ぐらいからもう大人までみんながクラブで遊んで、その中でいろんなカルチャーとかいろんな新しいものができてて、そこで遊んでる人たちの中には音楽作ってる人ももちろんいれば、服作ってる人もいて、全然関係ない、まあ料理人もいて、音楽だとかゲームの音作ってるやつとかもいて、そういういろんな人種のやつらがクラブの中で集まって一つのカルチャーを作ってたのが、まあ、90年代で、そこからジャンルとかいろんなものが細分化されて分かれてったのが2000年代で、そこからその分かれてったものが形になってビジネス化していったのが2010年。でこの2020年になってどうなんだろうなと思ってたらコロナ始まっちゃって一回崩壊激動する。だからこの2021年はすごいまた新しいものができるんだろうなと思ってすごいワクワクしてる。結構親不孝を切らした2000年代、2005年とか街もめっちゃ人多くて、なんかめっちゃヒップホップだったんですよ、親不孝。でもなんか福岡はもうどんどん都会になってって、なんかそのローカルの良さみたいなのが失われつつあるなみたいなのも結構感じてて、まあ、その都会になって街が変わっていく中で、まあ、なんか大事なものは失わずに進んでいきたいなっていうのはめっちゃ思います。嘆いたり悲しんだりするようなことだけじゃなくて、まあ本当いっぱいアーティスト増えてるし、いろんな人間が出てきて、いろんなタイプのラッパー、DJ、アーティストが出てきて、その中でシーンがこう構築されつつあるんで、今まあ新しいものが。もう何回も言ってるけど、この2021年は本当にその新しいものが構築されて形になるんじゃないかなと思ってるんで。確かになんかめっちゃ転換期っすよ、多分今シーンが出来上がってるいく始まりみたいなのを感じます。95年頃世界的にヒップホップが盛り上がってた時にできた感覚と同じものが今年できればいいな、そうなればいいなと思ってます。痛みしみるメロノーペンノーゲン、謎が解けたあの日、最初はいつも遊び、芸術家のヒントたどり、メディア嘘はアドニー、ガキの頃は楽しいって感じれていたのに、大人になり忘れた時、遠い過去にホーミーと笑う子供のまま、真実を教えてくれたカルチャー、俺のソウル立派なジェダイマスター、もうすぐ開ける孤独なワンナー。今回のアルバムとかはなんかコロナがなかったら多分こういう形になってない作品なんで、結構考えさせられましたね。コロナこう遊び場とかもなんかきつい状況になって、自分にな、まあ、何ができるのかって考えた時にもう俺はもう曲作ることしかないんで、そうですね、ちょっと頑張って思いを込めました。コロナのおかげで去年2020年から今に至るまでリリースされてる作品がすげえクオリティが上がってるんですよ。みんなやることないから、アルバムに対するかけれる時間が多かった分、ほんとクオリティが上がってて全体的に。だからまあ今回のポッキーのアルバムも今まで作ってたグループクルーとかで作ってたアルバムとまた違う
あれはあれで荒削りで俺はすごい好きだったんですけど、今回のアルバムはすごい作り込んでるし、まあ時間かけてやったんだろうなっていうのは聞いてて分かるよね。やっぱヒップホップってその逆境に反抗する力みたいな感じだと思ってて、世の中が悪くなれば悪くなるほど、まあ、ヒップホップが輝く時が来るのかなと思ってて、その今ほんと20歳の子とかも、まあ、ほんと大変な時代とは思うんですけど、まあ、絶対いいアーティストが福岡からもたくさん出てくるんだろうなっていうめっちゃ感じますね。まあ、俺もコロナでめっちゃ不安な時期が続いて結構ネガティブになってたんですけど、まあ、今回そのアルバム一枚形にできたことでなんか自信にもなって、なんか世の中がどうなっても音楽で勝負し続けていけるんだなってなんか自分でも思ったんで、ちょっと変えていけるように頑張ります。うん、すげえクオリティ高いよ今回のアルバムは。ありがとうございます。福岡コレクティブ、今回は福岡親不孝通りのクラブスタンドバップからお送りしました。スタンドバップといえばですね、私イカロスが初めてライブした思い出の箱でもあるんですけれども、そのライブするようになった経緯っていうのが、バトルイベントアンダー20っていうバトルイベントに出てて、まあ、2回戦で負けちゃったんですけれども、そこでなんか亮太さんから次のイベントをライブしてよっていうありがたいお話をいただいて、ここでライブすることができたんでっていういい思い出がこの箱には詰まってますので、皆さん福岡のヒップホップシーンをチェックしたければぜひスタンドバップに遊びに来てください。さて次回は福岡で注目度急上昇中のバンドディープシーダイビングクラブとの対談をお送りします。こちらもお楽しみに。それまでにチャンネル登録、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。詳しくは概要欄でチェック。ということで福岡のユースカルチャーを発信する番組福岡コレクティブ、次回の更新もお楽しみに。ここまでのお相手はイカロスでした。 See you next time。It's all a real connoisseur in this rap shit. I really do.